阪神競馬場第9競走出走各馬の入場です。第9競走はウィンファイブ、第9競走は特別の1番手になります。持ちの気象です。ダートコース 1800m 混合戦。それでは4番エルデストさん、4キロプラス2です。川田優が55キロ、5番の通過エリアル490キロプラス10です。三幸秀明55キロ、6番はデルマ外掛け498キロプラス6です。松若風馬55キロ、7番バリアントバイオは508キロマイナス4、和田隆二55キロでの騎乗です。以上、阪神競馬第9競走特別レースの1つ目、持ちの気象ダート 1800m。 それでは出走メンバーご紹介いたしました。発走までは今しばらくお待ちください。新旧レース持ちの気象が始まります。阪神競馬場第9競走は特別競走の一つ目、持ちの気象ダート 1800m 混合戦。2歳1勝クラスのメンバー7頭によって争われます。芝ダートともに良のコンディションです。明るい日差し、スタンドの影はほぼ芝を覆うところまで来ています。正面スタンド前、芝を覆うところまで影が伸びています。7番のバリアントバイオ促されてゲートイン、これで全馬のゲートインが終わりました。スタートしました。さあ先行争いです。バリアントバイオが後ろからレースを運ぶ構えか。先行争い、まず内から1番のテオーリカード、しかし2番のサトノミスチーフ、そして外から3番コンティノアール、3と1段外からの半分差、5番の通過エリアルがつけて、その2馬身後方6番のデルマ外掛け、後ろから2投目に4番のエルデストさんがつけています。一番後ろからレースを運ぶ7番のバリアントバイオです。
各馬1コーナーカーブし終えて2コーナーです。まず逃げるのは1番の帝王リカード松山康平、2馬身から3馬身のリード、2番手2番の里野ミスチーフ藤岡祐介つけています。残り1200を通過。3番手3番コンティノアール福永雄一、内からだ半分差、6番デルマ外掛け松若風馬が行きました。そしてその後方はほぼ1段、内から4番エルデスト3、川田優が5番の通過イリアル三幸秀明、そして後ろからじわっとポジションを上げる7番バリアントバイオ和田龍二。さあ先頭から最後方までは 4,5 馬身の圏内。各馬これから3コーナーを迎えるところです。スタートしての今 1000m を通過、1分4秒4、ゆったりとした流れ、 3,4 コーナー中間です。帝王リカードのペース、2番手里野ミスチーフ、3番手3番コンティノアール、内からだ半分差、6番デルマ外掛けです。その後ですが外5番の通過エリアル、内4番のエルデスト3で 3,4 コーナー中間。これから4コーナー、一番後ろにつけている7番のバリアントバイオ、先頭から最後方までは現在 4,5 馬身。さあ第4コーナーカーブ、直線コースへと向かってまいりました。帝王リカード先頭で、さあ直線に向かったところで今度は外から2番の里野ミスチーフ、里野ミスチーフ並びかけていきました。外から3番コンティノアール、さらに外ゼッケン5番をつけました通過イリアル、間を狙って6番のデルマ外掛け、ゴール前激戦になりそうだが、さあ馬群の間を縫うように6番のデルマ外掛け、デルマ外掛け、そして外からは3番のコンティノアール、この2頭の争い、2頭並んでゴリ、デルマ外掛け、そしてコンティノアール、最後はこの2頭の争い、内外離れています。外をついて伸びたコンティノアールに馬群の間をついて伸びた6番デルマ外掛け、最後はこの2頭の争いどうでしょうか。そしてその後の3番手ですが2番里野ミスチーフが入っているようです。6頭の7頭のうち6頭が昇級初戦のこのレース、さあ制したのは間をついて伸びた6番デルマ外掛けか、そして新馬勝ちを果たしてこのレースにつけた3番コンティノアールか。さあゴールの瞬間映し出されております。わずかに6番デルマ外掛け優勢に見えます。タイムは1分55秒3です。上がり 800m は50秒8、600メートルは37秒7。そして混戦の3番手争い、2番里野ミスチーフ、その後は帝王リカードバリアントバイを並んでおります。さあ阪神競馬第9競争到達順は1着2着写真です。3着のところポツンと2番里野ミスチーフ、そして 4,5 着こちらも写真を持って判定いたします。写真判定の結果、勝ち馬確定のご案内がありますまでお手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。阪神9レースデルマ外掛けかコンティノアールか、写真判定となりましたが、はい、1、6番のデルマ外掛けわずかに優勢と見て最終オッズご覧の通り、これ10万馬券になるんですよね、うん、3番人気5番人気7番人気です。単勝6番 5.8 倍、枠連の発売はありません。馬連3番6番 30.7 倍、馬単6番3番 69.9 倍、3連複2番3番6番 205.0 倍、3連単6番3番2番 1007.7 倍です。写真判定です。確定までお待ちください。